こんばんは、速回塾の久保です今回はですね 現代の高齢化社会、そしてこれから訪れる超高齢社会に向けて、あ、これじゃあやばいなぁと。この年になって気づいても手遅れだなってことが結構ありましたんで、今回はね、3点にそれをまとめて、私なりの考え方をお届けしたいと思います。皆さんもいろんな考えがあると思います。いろんな不安があると思います。今のうちなら解決できます。でも30年経ったら手遅れです。30年先の不安を今のうちに解決するために動いていきませんかということでお届けします。皆様の近所でもね、こういうこと起きてると思いますので、 またね、ご意見、ご連絡などいただけたらありがたいです。それでは、どうぞ。 はい。では、まず1個目ですね。まあ、今の時代、人との関わりがなかなか持てない難しい時代だねっていう方がいます。これはね、実はね、年齢が高い方に多いんですよ。今の時代、人の関わりがなかなか持てないって、あの別にスマホとかネットとか出会い系とか、むちゃくちゃコミュニケーションの幅広がったんで、スマホを覚えたり、ネットの世界に入って掲示板書いたりとかですね。それこそ、うん、なんかディスリコメントっていうやつですか。ああいう掲示板に行けば簡単に人との関わりできると思うんですよ。 だからそれがですね、自分のコミュニケーションの幅を広げずに、人との関わりがない、人との関わり,関わりがないって言っても、それはコミュニケーションのスキルが低いだけなんで、それは個人的な問題であって、時代のせいにはしてもうしょうがないのかなと思います。むしろ時代はコミュニケーション豊かになって、今、あのー、日本人でもね、世界中の方と関わりを持ってる若い方っていうのは増えてるわけですよ。だからそういうことをやっぱり見ていかないといけないのかなと思います。特にですね、あのー お年を取っていくと若い人との関わりがないっていう方が多くなると思いますけども、これはね、あの、やっぱりね、自分がそうならないために私が思ってることを言いますね。あの、若い人に慕われるような生き方をしていかないといけないかなって思うんですよ。40代とか50代になったら特に。で、若い人がめんどくさがらないような、 あの、年の取り方をしないといけないかなと思いますし、で、今の時代、人との関わりができないっていうんだったら、じゃあ20年前とか30年前に、ずっと続く友情とか、関係とか、人とのつながりを作ってきたかっていう、その付けが来てるんではないかなと思うんですよ、まあ。まとめて言えばですね、世代を超えて、スキルを超えて、人を受け入れてきたのか、テクノロジーを受け入れてきたのかってことが、 すべてね、孤独っていうのに繋がってるのかと思うんですよ。すべて自分の責任ですよね、これはね。うん、これはね、やっぱり我々日本に生まれて、たまたま同じ地区、同じ年代の人が、学校とか会社ってところに押し込められて、その中で小競り合いをしてきたっていうところの名残かと思うんですよね。だからそれは、あそういう社会制度があってしょうがないんで、自分だけはそこから抜け出そうかなと思えばいい話なんですよね。えー、例えばあ、同じ学校に行って、クラスメートとだけ仲良くするんじゃなくて、 先輩とか後輩とか、他の学校との係りを持っていくってこともできますし、いや、学校の枠を超えてですね、別にその辺で会った人と友達になればいいわけですよ、近所のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかと仲良くするとか、あの近所のお幼子に面倒見てあげるとかね、そういうふうな昔かたぎな人間にこそある個性が、なぜか昔若い人だった人が、なぜかね、こうやって年を明けてみると、サザエさんとかドラえもんとかね、クレヨンしんちゃんとか、あとなんですかね、ちびまる子ちゃんですか。ああいうふう うな昔の家庭みたいなものを全然維持してなかったのが今70代とか80代になって問題になってるのかなと思いますんでまあ、自分はそうならないぞっていう気持ちでね今の年代を過ごしていこうかと思うんですよだからねこれ放送見てる方もこんなことをね年を取ってからこんな泣き言言,言わなくてもいいようにやっぱりね、えー、今30代とか40代の方っていうのは10代の方とかね、えー、もう本当若い方に気に入られるような人間になって若い方が集まってくるような年の取り方をすればいいんじゃないかなと思います ますけどもね、うん、それは私が目指すところなんで、別に俺ができてるからみんなできてなくて、何やってんの、へーへーってことじゃないんですよ、そういうふうにやっていかないと、年を取ってからではもうね、手遅れ、本当に孤独で、人間のこの幅を広げる魅力的な人生を送る時間が残ってないってことになっちゃいますんでね。うん、でもやっぱりね、なんかこう、こあれですか。 空手を教えたりとかね、芸事をしている人って、年取ってもやっぱり若い方の信頼集まってますよね。そういうふうにすればいいのかなと思いますし、別に芸事じゃなくても、その、生き方次第なんではないかなと思うんですよ。例えば、あの、70代でね、かっこいい車に乗ってて、近所の若い男の子とかが集まってくるみたいなのもすごくかっこいいと思いますし、 年を取っても、何ですかね、10代の女の子とかに、女子高生とかに、女としての生き方をね、うざがられないように話していくみたいな人に人が集まっていくのかなと思いますしね。どうなんですかね、その辺ね。考えていけば行くほど自分次第だなと思ってしまうばかりですけどもね。じゃあ次はですね、年を取るとみんな閉じこもりがちになる。 っていうことなんですけどもこれはいや閉じこもるのが好きだったらそれでいいんではないかなと思うんですよ無理やり引っ張り出さなくてもうんそれからやっぱり年を取って、えー、人との関わりがなくなるのは先ほどと似てるんですけどもそれは個人の責任であってその個人で自分で自力でどうにもならなかったものを制度として誰かが何とかするっていうのはちょっとね甘やかしすぎなのかなとも思いますがただそうは言ってもねあのー、お年を召された方にこういうことを現実ばっかり押し付けてもこ なんでいろんな施策を打っていってたりととかねしていきたたは思うんですよただ、そこで肝心なのはあの、お年寄りの方が若い世代を受け入れるような形ができてるのかなと、自分の価値観とか自分の常識を押し付けるだけだったら、やっぱり去っていくんで、そうじゃなくって、時代は変わったってことを受け入れて、 入れてですね。で、若い方と関わっていくことを大事にしていく。そして、まあ、やっぱりめんどくさいかもしんないけど、あの、コミュニケーションツールであるスマホとかね、LINE っていうのを使いこなして、若い方と関わりが、本当にスムーズに持っていただけるようにするしかないと思うんですよ。うん、それこそね、あの、忙しいのが分かっている。若い方は仕事があって忙しいのが分かっているのに、日中に会おうとするとか、休日に会おうとかするっていう、相当魅力がないと無理なんで、<laughs> じゃあそういうふうにね、時間とか場所とかに関わられない、あの、縛られないようなコミュニケーションツールを、うん 少なくとも手に取っていただければ世代を超えた人もね年寄りだからっていう風に閉じ込めることはないと思うんですよやっぱりコミュニケーションが自分のためになったり面白いなと思ったらやっぱ続けていただけると思いますしねやっぱり魅力的な年の取り方を私はしていかないといけないのかなと思いますよねで3つ目、えー、ちょっとしたことでも人に頼みにくいっていうのは うん、どういうことかっていうと、例えばね、電球が切れたんで、変えたいんだけども、ちょっとね、背が届かないし、もしかしてね、これ、ドカーンと倒れたら怖いんでってことで、なかなかできないと思うんですけども、これはね、本当に、えー、深刻な事情だということがわかります。うん、それはね、重いもの持ったりできないってことがわかります。じゃあ、私はね、単純にそれは、あの、人に頼めばいいと思うんですよ。うん、で、ちょっとしたことでも人に頼みにくいっていうのは、実はね、業者さんを呼ぶほどでもないし、うん、かといって近所の人に、 え、ね、やってもらうのも、おなんか頼みにくいと、タダだし、って言うんですよね。えー、タダで頼みにくいんだったら、お金払って頼めばよくないですかってことなんですよ。何でもかんでも、タダで済まそうと思うから、頼みにくいとかね、遠慮するってことが起きちゃうんですけども、やっぱ遠慮するなら金をくれじゃないですけども、遠慮して頼みにくいんですって言うんだったら、お金を払って堂々とね、雇えばいいだけなんですよ。ただ、それが業者さんであろうと、近所の人でもいいんですけども、お金を払って近所の人に頼むのがやりにくいってことでしたらわかりますよ。だったら、業者さん頼めばいいと思うんですよ。クラシアンとかね。 別に病院に行ったら、あれじゃん診察代払うわけじゃないですか。で、金額がどれだけ出せるかと、あとは動いてくれる人のことを尊重してるかってところで、やっぱり釣り合いを取っていかないといけないと思いますけども、何でもかんでもタダで頼むのが前提になってるところでこれが起きてるのかなと思うんですよね。うん、まあ今回はね、3点取り上げて、えー、いろいろと自分の身に置き換えて、 考え方をね、やっぱり改めないといけないなっていうことをいろいろと模索しましたけども、こういうアウトプットをたまにさせていただくとね、まい、あ、ろんなあのメールが届くんで、非常にありがたいと思います。皆さんも今現実生きてきてね、確実にこれから20年とか30年っていうのは自分の身に降りかかってきて、今は多分人を支える余裕がもしかしたらないかもしれないと。で、将来支えてもらおうと思ったらもっとね、その時には他の人に余裕がないですから、基本的にはただでは何もしてくれないと思った方がいいです。で、国の制度も今よりも 優れててていいいくっっことはないんで今より劣っていきますからね、うん、だからそうなるとですねあの基本的には自力で生きるってことを前提にしていかないといけないまあ当たり前なんですよね自力で生きるっての当たり前じゃないですかそれねあのお母さんが生きてる間はお母さんにお願い事してくださいでもお母さんいなくなりますからね70代とか80代だったらこう高い確率でいなくなるわけですよその時に世界中で お母さん以外に自分の味方になってくる人は誰もいないというね、自分でやるしかないってことになります。で、自分でもしできないんだったら、お金の力を借りるとかあ、長い間培った友情とか信頼っていうものの力を借りることになりますので、そういうふうな生き方もしていかないといけないのかなと。いずれにしてもね、これ、厳しい現状があるってことから目をそらさなければ、解決策を考えようって気にはなると思うんですよ。今日お話した3点。これがですね、ひどいこと言うな、そんなことないよっていう風に遠ざけるのも一つの自由です。ただ遠ざ かけててしまって問題解決から目を背けてしまうと、その問題っていうのは解決しないまま、目の前から離れていかないってことになりますんで、私の場合はこういったね、えー、多分将来、こういうことを自分にも振り返ってくるなっていうのが、今予測できたら、30年先、40年先の憂いをですね今のうちに解決するっていう方向に動いてしまうんですけども、皆さん、いかがでしょうか。それではままたた動画の方をクリャーしていただきます